チャンネル。こんにちは。結構話題になりましたけど、はい、メジャーでワンポイントが禁止になるんですよね。はい、くっそつまらん理由でね。飛ばして飛ばしてるね。飛ばすね。頭から来ましたね。いや、はい、そう、理由がね、はい、試合時間短縮っていう、うん、まあ、クソみたいな理由なんですけど、はい、はい、ついてきづらいですね。ちょっと飛ばすからね。どうぞどうぞ。私ももうはいはいって言ってるんで。そのね、申告敬遠の時も、はい、試合時間短縮っていうクソみたいな理由だったんですけど、いや、短縮なんないですから、そんなことで。そうですか。はい、正直、はい、そんなだって頻繁に起こることじゃないんで。まあそうですね。そんな毎試合起こることじゃないじゃないですか。1試合にあって1回ですもんね、ワンポイント利用するのって。 そうそうそう、はい、そんな感じで、まあ1回、まあね、両チームとかあるかもわかんないですけど、でもそんなんで時間短縮より面白いものを見せれるかどうかと思うんですよ。僕は見てましたもん、2月3日の日本時間、はい、スーパーボール、はい、8時から放送始まって、はい、試合はキックオフ8時半、はい、全部終わったのが12時半、はい、だから放送は4時間半、試合は約3時間半40分ぐらい、はい、めっちゃ面白かったですけどね。うん、だから長いか短いかが問題じゃなくて、面白いかどうかだけが問題なわけですよ。ってなった時に、はい、そのワンポイントは、まあ、僕は禁止しようか禁止しないか正直まあどっちでもいいんですけど、戦術として見てる方は面白いと思わないんですかっていうね、そこは考えてるんですかっていう、うん、面白いですよね、戦略ねってね、はい、あ、ここで出てきたってなって、はい、うわー、さすがやっぱ抑えたわってなるか、はい、あ、せっかくワンポイントで出したのに打たれたみたいな、はい、なんかね、やっぱその戦略面白いですよね、監督の采配が。これも大きなその反対意見が出にくい問題なんですよ、なぜかっていうと。でもファンは、なんでワンポイント禁止なのと思ってるわけじゃないですか。だからまあ過去ね、はい、コリージョン、はい、で申告敬遠とその導入されてきましたけど、はい、基本すごい盛り上がって騒ぐのは第三者ですよね、はい、ユニオン着てる人たちそんな騒いでないですよね。まあまあそうですね、正直、はい、だからこのワンポイント禁止も多分ユニオン着てる人たちは、はい、まあ、監督はね、采配があるんで多少意見言うかも分かんないですけど、はい、選手たちはそんなに声上げないと思うんです、反対って。でもじゃあワンポイント企業で結構使われてた選手はどう思うんですか。いや、その人たちだけですよね。多くの人が、はい、まあ俺には関係ないしみたいな。でしかもワンポイントがなくなることによって、はい、得する選手たちもいますよね、打者とかは。あ、そうですね、はい、打者はよっしゃと思う人いるかもしれないですね。そうそうそう、だから結局は、はい、そのユニオンを着てる人からたちは、はい、そんなに大きな、うん、異論反論が出ないんですよ、これ。だからすんなり通るんですよ、だから、うん、当事者だけ突っ込まんの。そうですね、だから今の日本、もし導入されると日本のプロ野球界だったら、まあ、ソフトバンクの香山、はい、で楽天の高梨、はい、であとは西武だったら斎藤とか、はい、うん、特に左ピッチャー多いですね、はい、その左のワンポイント、ね、が多いですよね、はい、今プロ野球界はその検証に入ってるらしいですね、はい、来年に向けて、はい、100% 変わります。変わりますか。はい、僕はね、うん、これをね、はい、思い切って変えないっていうのをね、日本のプロ野球は取ってもいいと思うんですよ、はい、だってもうメジャーの傘下じゃないわけじゃないですか、うん、そんなもんお前らそっちで勝手にやっとけみたいな、うん、俺らを入れんぞっていうね、はい、強気の姿勢も見たいですけど、まあ多分ほぼ変わります、はい、過去の統計を見れば、うん、でもガツンとね、変えてやるねえよお前、なんでお前メジャーが書いたら全部変えなきゃいけないの、まあ、舐めんなこっちも、こっちの野球もあんだよみたいなね、日本は日本だって。そうそう、うん、僕はそれを言ってほしいんですけど、はい、だからまあコリジョンとかね、はい、キャッチャーの怪我とかもあったり、うん、セカンドフロースプレーで怪我骨折するのあって、はい、まあ、導入するのは、うん、まあまあ仕方ないですよね。私もコリジョンとかはあんまあまあいいんじゃないのって思うんですよね。まあ、僕は避けるのがプロやろうと思ってるんで、はい、導入しなくてもよかったのにと思いますけど、はい、まあ、別にするんだったらするでいいですよね、うんうん、で申告敬遠にしても、はい、よく新庄さんとかクロマティって言うんですけど、はい、もうそれしか出てこないわけじゃないですか、大げさに言うと。まあ、そうです。でもあれをこうやってなんか打つのとかでうわーっていう驚きは、まあ、めったにないですよ。ありますよね。ああ、でももう何年も前じゃないですか、はい、でしかももう今後そんな選手も現れないと思うんですよ、はい、いや現れるかもしれないですよ、千年に一人の逸材みたいな。いやいや、もうそんな気合い入ってる、はい、子供たちは育ってきたいです、今の環境で。そうですか。今そんな子供、そんな感じの教育は多分なってないですよ、はい、ダメっつって、うん、だから多分現れないと思うんですよ、はい、だからまあ別にいいかなと思ったんですけど、うんうん、はい、このワンポイントは戦略上と多くの選手の被害被るじゃないですか、うん、はい、まあ、別に日本は入れなくてもいいんちゃうかって思うんですよ、うんうんうん、
そこはガツンとね言ってやればいいんですよ。お前らのね子分じゃねえんだぞっつって、はい、メジャーの子分じゃないと。いや、ただ思うのは、そのワンポイントで今起用されてる選手いるじゃないですか、うん、その選手たちってなんでワンポイントになるんですか。その中継ぎ、普通の中継ぎとして1イニングは投げられないんですか。まあ、投げられますけど、はい、その特に左ピッチャーだと、はい、右バッターに対してやっぱり被打率が高いから、はい、左だけにしようとかね。でも左の時だけに出そうっていう感じなわけか。そう、それか右の時に右出して次左来たから左出そうとかね、はいはい、でも左の先発とかもいるわけじゃないですか。だから両は左の先発として適さないから中継ぎに行ってる可能性もありますよね。でもそういう人たちがワンポイント禁止だったら1イニング、どういうルールになるんですかね。1イニングか投げるか、はいはい、そのイニング完結するか。だからワンポイントでも完結したらいいんですよ。だから2アウトで出てきて抑えて完結したらいいんですよ、はい、あ、なる。もしくは打者3人投げるか、はい、うんうん、3人投げて4人目で交代割りなんですよ、はい、だからこれのどれかに収まらないといけないんですけど、一応そういうきちっとしたルールはあるんですね。そうです。だからここから、だから1年かけてそのワンポイントで起用されてた左ピッチャーは、はい、そのもし右バッターを抑える新たな武器が必要ですね、はい、もしくは右ピッチャーは左バッターを抑える新たな武器をこの1年間かけて習得していかなきゃいけないですね、はい、うん、そうですね、はい、もっともっと投げられるぞっていうのを見せていかないと、本当にもう右は抑えれませんってなった左ピッチャーはもう居場所なくなりますし、左抑えれませんっていう右ピッチャーはもう居場所なくなりますよね、はい、そうですね。ワンポイント起用の人がもう完全にいらなくなっちゃうわけですからね。そうそう、まあ使えないですからね、うん、ここからね、はい、それをねやめるんだったら、はい、禁止にするんだったら、はい、これも禁止しろっていうのをね、あるんですか。里崎コミッショナーが考えてきたんですよ、はいはい、勝手に、はい、それもし時間ね、はい、食うって言うんだったら、うん、そのワンポイントがね、はい、食うって言うんだったら、うん、もうこれも禁止です。はい、何でしょう。代打の代打禁止です。はあ、要はワンポイント禁止なわけでしょ、はい、ってなった時にピッチャーのところにセ・リーグだったら代打出ましたと、うん、はい、左ですと、はいはい、左のワンポイントじゃないですけど左出てきました、はい、代打の代打右行きます、ちょっと不公平でしょ。うん、まあまあそうですね。だからもんで、しかも代打の代打もめっちゃ時間かかるじゃないですか、はい、でしかも代打の代打なんかする必要ないじゃないですか、はい、そいつが行けばいいんですから、うん、そもそも、はい、だからもう代打の代打も時間かかるから禁止。ワンポイント禁止するんだともう代打の代打も禁止しろ。まあやっぱり代打ってその誰しもこう順番に出ていくじゃないですか、はい、打席に。だけどピッチャーって変わってまた投球練習があってってやるじゃないですか。だって代打も、はい、要はネクストに最初から入ってたらいいですけど、はい、入ってなくて代打したらベンチから行って、はい、また週やってネクストにちょっと振ってから行くでしょ。ああ、そっか。でしかもまた出てきて代打の代打ってなったらまた今度体が空いてるとかやってやるじゃないですか。ああ、確かに。まあ確かにちょっと時間かかりますね。いや、かかります。だから代打の代打も禁止しろっていうね。ああ、なるほど。不公平感があるんで、はい、で次がですね、はい、まだあると。全然あるんです、はい、うん、イニング開始時、はいはい、投手がライン上ね一塁三塁のラインを越えた時点で投手交代禁止、はい、よくあるじゃないですか、はい、中継ぎがまだできてないから、はい、とりあえずマウンド行って、はい、投げてて、はい、で行ってできたら帰るわみたいな。ああ、はい、あるじゃないですか、はい、そう時間かかるんで、あ、そうです、それ禁止です。ああ、なるほど。禁止します。ちょっとずつ細かいところも、はい、だって時間かかるんでしょ、はい、時間かかるからやめたいんでしょ、うん、でワンポイントだけじゃなくて他にも時間かかることいっぱいあるからそれも禁止しろって。そうですね、はい、確かにいっぱい見つけてきたから時間かかるやつ。私あれ中継ぎピッチャーが車で出てくるのすごい好きなんですよ、はい、かっこいいじゃないですか。もっとじゃあ早いやつやったり。そうそうそう、なんかシェーンみたいな、シェーンってくれば楽しくなるじゃないですか。でそのワンポイント使う時ですら車使うじゃないですか、あれ結構時間かかりますよね。ブルペンが遠いんですよね。そうそうそう、うん、外野にあるんで、はい、楽天とかね近いですよ。近いから、はい、近いけどもうジェットコースターにすればいいんですよ。シューンみたいな観覧車の上とかそうそうそう、めっちゃ面白い。乗れんやつ乗れないですから、僕とか乗れないですから。でもこんなジェットコースターでベンチまでね入ってくる、楽しいなぁ。はい、あと次ね、はい、まだあった、全然あるんです、まだいっぱいあるんです、はい、カウント間のダイソー守備固め禁止。カウント間だ、要は1球投げてワンボールとかワンストライクとか、はい、ツーストライクになってから守備固めとか、はい、ああ選手をで、はい、なんかツーボールになってからダイソーとか、うんうん、あったりするじゃないですか、はい、もうそれ禁止です。あ、ダイソー守備固めはその打者に1球でも投げた瞬間アウトがヒットってランナーが変わるまでダメです。バッターが変わ
わるタイミングしかダメってことですね、はいはい、その投球間のカウント間の途中で守備固め、ダイソーは禁止、時間かかるんで。なんかそういう細かいところを詰めていけばワンポイント使ってもいいんじゃないかと思っちゃうんですね。そうそうそう、だからしょうもない理由でしょ、クソみたいな。だからもっと違う理由あるんちゃうかって本当思うんですけど、はい、まあ、でもそれだったらこれも知ってほしいですね、うん、時間かかるんで、はい、まだあります、徹底して、はい、投手交代宣言は、はい、打者が3アウトになってから1分以内。あ、そんなに考えちゃダメだと。あの、まだできてないからってちょっと長引かせるし、はい、うん、だからもう1分以上経った瞬間に交代のコールはできないです、はい、交代もしちゃダメって。あ、はい、うん、だからそれぐらいに決めて準備しとけよっていう。あ、はいはいはい、だから時間かかるんでしょ、うん、時間かかることやめたいんでしょ、はい、だからかからないように言ってるんです僕は、うん、だから優しいですよね。そうですね、いろいろ僕もやめた方がいいよっていう、うん、メジャーの人やめた方がいいよって、ここ時間かかりますよっていう、すごい時間短縮されるよって。あ、そうですそうです、うん、優しさですよね、はい、時間短縮したいっていうか、はい、今大丈夫です。はい、あとはね、はい、そのうち、はい、あの MLB が、うん、あの言いそうなこと、起こりそうなこと、はい、何でしょう。申告三振言い出しそう。申告三振、もう三振しますって言ったらアウトってもう投げなくていいんですよ、もう打席にも行かなくていい。そんな人います。ピッチャーとかね。ピッチャー、だからもし日本でセリーグ、はい、メジャーで言ったらナショナルリーグか、はい、あの打者が、あ、ピッチャーが打席に立つんで、はい、もし結構大差で離れてたら、はい、打席に立つのは面倒くさいじゃないですか。あ、そっか、だからもう申告三振して、でもう打席行かなくていいって。あ、そしたらアウトしたら、うん、その無駄な時間なくなるじゃないですか。そうですね、はい、でしかも別にピッチャーもね、ランナー出たり打ったりしなきゃいけない時はそんなことしないじゃないですか、はいはい、でも大差がついて、まあ、7回、8回、9回とか行く時も打つ気もないから、はい、申告三振して。あ、言いそうだよ、言いそうでしょ。なんか言いそうですけど、言いそうでしょ。でもそれはファンが怒りそうです。多分怒んないと思うよ、どうせ話するから。え、だから申告敬遠と一緒やん。まあそうなんですけど、でもどうせ三振するって自分で、お、僕どうせ三振するんで三振ですって言ってるってことは、お前勝負しろやってファン怒りそうじゃないですか。でもどうせピッチャーだから、はい、打つことより投げることが大事だから、それでもどうせ一番打席の後ろファンやったって、はい、何でもかんで軽く素振り3回して帰ってくれ、はい、で誰も何も言わないんです、はい、もう、なんかでもそれちょっと寂しいな。時間かかるんで。ピッチャーがヒット打つとちょっとワクワクするもん。え、でももう10対0とかでやってたらピッチャー打たないじゃないですか。はい、暗黙のルール、まあ、そうですね、はい、うん、だからもうその打たないっていう時、はい、申告三振って。ああ、そっか、言いそうでしょ、メジャーが。そうですね、うん、で次、まだ言いそうなこと、はい、ホームラン走らない。え、ホームラン打ってワゴンスタンドにしたらもう走らなくていい、そのままベンチから。歩くんですか。いや、そのままベンチから。あ、走らなくていいよって。そう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 。え、あれ走るのが醍醐味じゃないですか。時間かかるんで。どんだけ短縮してるの。え、こうやってもう走るのがいいじゃないですか。いやいや、時間かかるんで。だからガーンバシコーンって歩いて入ったら、はい、こうやってベンチ帰ればいいですか。タチタチあ、でも走るの気持ちよくないですか。いや、気持ちいいですけど、はい、言いそうよ、メジャーは。メジャーはそうですね、はい、ホームラン。え、じゃあ走りたい人は走って OK みたいな。いや、時間かかるよ。まあそうですね、こうやってやられる審判に。ちょっと長いよって言って、うん、走るんだったら。だからファーストランナーも打った瞬間に入ったら、はい、もうそこからセカンドベースぐらいから帰ってきます、ベンチに。あ、入るか入らないか分かんないとこだったら走んないといけないですよね。そうそう、入った瞬間にもうそこからベンチ帰ります、はい、あ、なるほど、三塁回らなくていいと、はい、で言うんですよね、そんなもんベース踏み忘れとかが起こるんやからダメやって言う人もいるんですけど、はい、そんな申告敬遠も冒頭起こるかもしれんねやから一緒やんけみたいな。そうですね、結局言い出すよっていう、うんうんうん、確かにな。いや、なんか野球がなんかそっけなくなってきちゃいますね。もうどんどんそっけなくしてるから大丈夫ですよ。もっと言いそう。あと寂しいな、言いそうなこと、はい、牽制3回まで。あー、牽制しすぎてめっちゃ長くなることありますもんね。あるんですか。3回までです、はい、で、うん、3回までになったら3回になった瞬間に盗塁できるやんっていう人いるんですけど、はい、そこはよく考えてきました、はい、ランナーがちょっとでも動いた瞬間に4回以上も牽制してよくなる人。細かいですね。ちょっとなったからシュッてした瞬間にもう3回してたけど4回見していいことになるんですよ、はい、で、うん、あの3回の牽制までのリード以上のリードは4回目できませんっていう。あ、4回目になったからってアホみたいにリードするんだったら、はい、うん、その3回まで牽制がある間のリードしたところが最高点なんで、そこまではしていいけどそれ以上したんで
でちょっとでプキッと動いた瞬間牽制してもいいっていう、はい、っていうルールで3回以上ダメっていう。これ審判の人見とくの大変ですね。大丈夫一緒ですよ、ね、今これ3回目だ、じゃあここが最高点だぞ、4回目出たみたいな。あ、そう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 、そう見とかなきゃいけないずっと。あ、そうか、はい、はい、出てます。だから出た瞬間アウトですよ。あ、その人もアウト。その人もアウト。へー、だからソフトボールでリードしたみたいなもんですよね。はい、うんうん。いやでもそんなに短縮したいんですかね。いやだからあれじゃないですか、その誰も思ってないのに、はい、やっぱお金が絡んでんじゃないですか。あー、球場の使用料とか防衛権とか。あー、この間何かの動画の中で喋りましたけど、試合って長くても楽しめますもんね。そうです、面白かったら、はい、だって僕なんて、うん、6時から始まって12時前まで試合したこと何回もあるんですよ。5時間以上、はい、日本シリーズもそうだったし、はい、日本シリーズなんて2日で12時間ぐらい試合してますから、うん、それでも視聴率はうなぎ登りです。いや、そうですよ。知ってます、延長になった方が視聴率って上がるって知ってました、はい、だって延長ってヒヤヒヤしますもんね、はい、どっちかが取ったらもうそれで終わるかもしれない。2010年の中日対ロッテの日本シリーズ、はい、延長になった瞬間、はい、視聴率がうなぎ登りで、もう落ちなかったらしいです、ずっと。すごいですね、うん、へー、だ長く試合やっててもいいと思うんですよね。面白くはいいんですよ、うん、結局は、はい、それ面白く見せるためのものが必要で、うん、面白くないものを入れたところでそれはそもそも野球の価値が下がるんで、はい、そういったものはルールとして入れるべきじゃないですよね、うんうん、でも本当に今すぐ10分、はい、試合時間を短くしたいんだったら、はい、特効薬があります。今すぐ10分、今すぐできます、はい、花火、風船、イベント、うんうん、いろんな踊りとか、はい、全てのことを今すぐやめてください、はい、そしたら10分ぐらいすぐ短くなります。そうですね、はい、その代わりね、はい、野球ってエンターテインメントじゃないかって僕は思うんですよ、うん、はい、エンターテインメントなんだったらやっぱそれはあるべきものですよね、うん、でもエンターテインメントじゃないって言うんだったらもうそれ全部やめて、はい、欲しいみたいにわーってやっちゃえばいいじゃないですか、はい、そしたら終わりますよ、すぐ3時間以内に。そうですね、はい、どっちがプロがやってるエンターテインメントなんやっていうのを考えれば、うん、おのずと答えは出るやろっていう。いや、そうですね、はい、だって中間にやる踊りとか風船も結構こうやってやって、そうです、みんな楽しむわけじゃないですか、はい、だからそのエンターテインメントを一緒になって応援で参加したいとか、うん、で来てるわけじゃないですか、はい、それはね、無駄に長くする必要はないですよ、うん、無駄に長いのはどうかと思いますけど、はい、仕方なく長くなっちゃった部分は、はい、僕は致し方ないからっていうところはあると思うんですよね、うんうん、そうです、ワンポイントだって実際その交代のあれって数分じゃないですか。数分、うん、まあ、5分ぐらいいくんですか、下手したらね、まあ、でも5分じゃないですか、5分、なんかそんなにそこ詰めなくてもと思っちゃいますよね。ねえ、はい、それだったらもっと詰めるべきところあるけど、うん、でもエンターテインメントって考えたら詰めるべきところじゃないし、はい、そう、うん、プレーもエンターテインメントって、まあ、言ったら選手には申し訳ないですけど、うん、ね、そうです、そうです、一つのあれですから、プロフェッショナルはエンターテインメントをやっぱ見せるっていうことも大事なんで、うん、そうですね、はい、まあでも来年あたりやるんじゃないですか。あれこれ禁止してほしくないな。じゃあ言った方がいいですよ、メジャーに。メジャーに、ああ日本だ、あ日本だ、はい、手紙書けばいいんですか。ワンポイントはそのままにしてくださいって、はい、あ、やえって書いて何だこの小学生の手紙はみたいになりそうでもそういう子供からの手紙とかの方が響きそうじゃないですか。それがね、まあ嘆願書ですよね、はい、ファンのみんなが、あ、何十万人から集めて、うん、とか、ね、ビビに、はい、メジャー関係ないと日本ではこれを残してほしいっ、はい、ってするからですよね、うんうん、あ、そうですね、はい、あ、そんなちょっと体力ないからな、私いけんちゅうさ、里出しチャンネルで応募します。いや俺別にどっちでもいいって。あ、そっかなんか寂しいな